ノッティンガム大学は、イギリスのノッティンガム市にキャンパスを置く、1881年設立の大規模研究型大学である。設立当初は、ロンドン大学のカレッジであったが、1948年にノッティンガム大学として独立。国内最高峰の大学として認識されている、ラッセルグループ及び、ウーニウェルシタース21に加盟している。ノーベル賞受賞者総数は3人。 アジアパシフィック地域との連携強化のため、マレーシア、中国にもキャンパスを開校し、イギリスの中でもグローバル度の高い大学である。1798年に設立された成人教育学校が前身。1881年、オールバニコーレオポルドによって、ユニバーシティカレッジとして設立され、1948年にロンドン大学から独立し正式に、 国立大学として認定された。University of Nottingham Malaysia Campus Not 大学は教育、研究活動においてもイギリス大学ランキングで常に上位10位以内に位置している。最近の研究業績評価では26学科が最高グレードの後または後をマークし、独立機関による教育の質の評価では三十学科が優とされた。また、 全国の大学中最も競争率が高く、キャンパスの美しさも際立つ。大学は、人文、教育、工学、法律、社会科学、医学及び健康科学、自然科学の6学部31のスクールに分かれている。また、ノッティンガム大学ビジネススクールは、同国でも優れた教育機関の一つとして知られている。 QS 世界大学ランキングの総合評価では2013から14年版で72位、2014から15年版で77位、2015から16年版で70位、2016から17年版で75位と評価されている。分野別に見ると、医学、社会科学、人文科学、生命科学が強く、2016から17年版、世界ランキングにおいて、薬学が6位、 看護学が28位、教育学が22位、獣医学29位、医学が70位、工学が51位、地理学48位、政治学51位、法学50位、経済学51位、英文学49位と多くの学科が世界トップ100に入っている。タイムズ世界大学ランキングでは世界147位と評価されている。2012年に ニューヨークタイムズが世界20カ国のトップ企業に聞き取り調査した卒業生の採用評価では英国9位世界70位ノーベル経済学賞受賞者クライブ・グレンジャーノッティンガム大学政治学科4.012018閲覧 QS ランキング31.032018閲覧タイムズワールドランキング 31.032018閲覧 n y タイムズジョブ。三3.022012閲覧ありがとうございます。